こんにちは、ムチンです。今回も魚釣りに行ってきました。今回は記録級の大物も釣ることができたので、最後まで楽しんで見てもらえたら嬉しいです。それでは早速魚を探していきましょう。まずはここでアイナメらしき魚が逃げたのが見えたので、とりあえず追いかけてみましょう。この岩の下らへんに入っていったのが見えたんですけど、ちょっと見えませんね。見失ってしまいました。また別の場所を探していきましょう。今度は少し深いところまでやってきました。上から見ていると下にメバルがいるのが見えますね。ちょっと狙ってみましょう。この日は鼻の調子が悪くてずっとグズグズ言ってるんですけど、気にしないで見てもらえると嬉しいです。このメバルは思ったより大きいですね。狙ってみましょう。これは外れ。でもメバルはすぐ止まるので、もう一回狙ってみましょう。これも外れです。一発目からスパッと決まってくれると気持ちがいいんですけどね、なかなかうまくいきません。呼吸を整えていたら下の方にイシダイが集まってきました。大きい個体も見えるので、ちょっと狙ってみましょう。潜りながらゆっくり近づいていくと、ここにいいサイズのオスのイシダイを見つけたので、これを狙ってみましょう。あー、これも外れ。今のは悔しい。足をバタつかせるとすぐ逃げてしまうので、ゆっくり落ちながら近づかないといけないんですけど、なかなかタイミングを合わせることができませんでした。気を取り直してまた他の場所も探していきましょう。ここも結構魚がいそうですね。コブダイとメバルとイシダイですね。もう一回イシダイを狙ってみようと思います。とりあえず森をこすって呼んでみましょう。寄ってきてくれるんですけど、ここでちょっと苦しくなってしまったので一回浮上します。呼吸を整えたらもう一回潜っていきましょう。もう一回潜ってみると、今度はメバルだらけですね。というわけでメバルを狙っていきましょう。これも当たらず。ちょっと今日は調子が悪いかもしれません。ここで大きいメバルが下を通ったので狙ったんですけど、これも当たらず。今日はちゃんと魚はいるので、しっかり落ち着いていきましょう。
またメバルを見つけたんですけど、下に岩があってなかなか撃てません。メバルはそのまま隠れてしまいました。呼吸を整えたらまた潜っていきましょう。するとこの穴の中に大きいメバルを見つけました。ちょっと狙いづらい位置にいるんですけど、上から狙ってみようと思います。ヒット。映像では見えなかったと思うんですけど、しっかり頭にヒットしました。なんとかこれで1匹目をゲットすることができました。これは26センチくらいのメバルでしたね。塩焼きで食べたかったのでちょうどいいサイズです。この調子で他にも魚を探していきましょう。今度はイシダイを狙ってみようと思います。ここで近づいてきてくれたんですが、これもさっきと同じようなショットになってしまいました。この時点でもう2時間以上潜っていたので、そろそろ帰ろうかなと思っていたんですけど、ここで予想外の大物に出会いました。イシダイが岩の間に入っていったので追いかけて覗いてみると、ここにもっと巨大な魚を発見しました。そして僕を見て穴の中に逃げていきました。もう一回リプレイで見てみると、ここにいますね。巨大なイシダイです。今日は2時間以上潜ってメバル1匹しか取れていないので、この獲物だけは逃がすことができません。覗いてみると反対側に逃げていったので、僕もそーっと反対側に移動します。すると映像には映っていないんですけど、さっきのイシダイが反対側を見てじっとしていました。チャンスです。ゆっくり近づいてヒット。森を当たったんですけど、魚が突っかえているのか全然抜けません。少し動いたので無理やり引っ張ってみると、出ました。でかい。しかもすごい引きです。一回バランスを崩してしまったんですけど、なんとか立て直してそのまま浮上します。息もギリギリだったんですけど、ようやく浮上できました。それにしてもこのイシダイはでかいです。帰って測ってみると55センチありました。すごい体高で、パッと見60センチぐらいはあるんじゃないかなと思いましたね。それでも55センチは自己記録です。これは嬉しかったです。嬉しくて何度も何度も眺めていました。
無事に大物も取れたので、今回の魚釣りはこれで帰ろうと思います。今回のイシダイは大きくて食べきれなかったので、奥さんの実家に持って行ってみんなでいただきました。卵もパンパンに詰まっていて、茶碗蒸しみたいな感じでいただいたらすごく美味しかったです。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。